錦鯉の長谷川真冬です。はい、私も大西です。お願いします。さあ本日は、占い基礎講座その65でございます。はい、前回ね、はい、サインと、即時の話があって、はい、であと、応用編みたいな感じでね、サインにも通用するのかと、でサインはもう即時というよりは別の占いにこう近くなっちゃってますけれども、はい、でその後こう四角いねフリップの中にサイン書いていただいて、この感じちょうど名刺とかにも使えるよねとか、あるいはそのハンコと、ね、陰影という形でいくとハンコなんかにも応用できるよっていうことでですね、はい、ハンコのお話もこの間しまして、で、ハンコ、あとそれからその会社なんかのいわゆるロゴマークみたいな感じありますよね、ああいうものにも応用可能なんですけれどもね。ほうほう、ロゴマーク、大体形としての一つのルールみたいなものっていくつかあるわけですよ、はい、ですごく単純にいくと、前回ハンコのお話しした中でね、はい、個人印っていうそのほら自分で使うこう銀行印だとか認め印だとか、個人のハンコっていうのは、丸いのが原則なんですね。で会社とかの社番って言われてるようなその会社としてのハンコ、ああいう法人の印とかね、はい、組織になったら四角いのが原則なんですよ。原則、ハンコの原則というかですね、もちろんそうじゃないのを作る方もいるんだ、個人で四角いハンコを作る方もいるんだけれども、はいはいはい、芸術家がねこう作品にこう落款ということでこうハンコをしたりするのあるじゃん、掛け軸に、はい、あれ四角いですね、ああいうのは四角で、あれはちょっと特別なんですが、我々が日常で使うようなものは個人は丸が原則なんですね、はい、であと、三角の印とかって使う方はまずいないと思うんだけれども、見たことはない、横で凝ってなければね、うん、で丸は、天と地の天を表すって考え方があるんですよ、うん、でこれは要するにその空見てるとね、星の運行がこうぐーっと回ってるから丸く運動してるのは天の形だって考え方があるわけですよね。で四角っていうのは昔々にその年貢取るためにこう縦と横に道をこう切って、田んぼみたいにね、あぜ道切ってったから、四角く切るのは大地の形って考え方があるんですよ。だから丸は天で四角は地であると。ほう、で、地の方にはたくさん人がいるので、個人ではなくて組織体みたいなものとしてやるときにはその地の形である四角い印 で個人自分一人っていうのはこれは天というそのピンから切りのピンですからね、一人だから丸いハンコでっていうのが原則なんですよね。うーん、そうだから、